はい、皆さんこんにちは。今回もクライマキナ、クライマキナやっていきます。シミュレート再開、再開いきましょう。おはよう、みんな。おはようございます。増刊搬送機起動、どんどんやってこう。エデンへ伝送転移。お待ちしておりましたよ。あら、何のよ。ねぎらいですよ。これからリリーとの最終決戦に向かわれるわけですから。冗談を今度は本当なんですけどね。プレゼントですよ。特別製のプレゼント。記憶戻してくれたのかな。力、何を仕込んだの。仕込むだなんて、ネガティブな表現はやめてください。本物の人間に対抗するためのコードです。エデンのシステムを騙すことで一時的に本物の人間に等しい存在になることができます。あ、チートじゃないか。アントロポスの技術領域のはず。どうしてノエインがそんなコードを。第四人機のデータ解析の賜物ですよ。本来処分されるべき不正品の皆さんが第四人機を撃破し、同じく不正品のリリーを追い詰めてくださるんですから毒を持って毒を制す、何事も使いようが大事ですね。不服そうですが、何か気に障りましたか。 EVE のみんなは不製品なんかじゃない。エデンにとって特別で大切な存在。まあ、あなたがどう考えようと構いませんよ。では、第八人機、アミさん、レーベンさん、朗報をお待ちしていますね。ごめんなさい。何がですの。不製品と言わせたこと。エノアが謝ることじゃないでしょ。でもみんなはこんなにも偉くていい子なのに。よし、行きましょう。交換していこうかな。ここはとっても危険な場所にゃ。毎度。どうも。いいものだったかにゃ。それじゃあ行ってきますわ。気をつけて行ってきてください。行ってらっしゃい。必ず巫女を連れて帰りますわ。ここまで何もないの珍しい。セキュリティシステムの稼働を確認、注意して。何が必要。アミ、無理は悲しい。大丈
なもんだ。セキュリティシステムの稼働を確認。注意して。ボスで一旦わざと死んで HP マックス化した方がいいです。あ、どうせ死んじゃった。任せて。使っとこう。なんもない、はい、なさすぎ。あの画面右上のミニマップ7の印はもうボスマークだよね。なんもないな。リリー早く起きてよ、お姉ちゃん。じゃないとリリー寂しくなっちゃうよ。アサルトリー、まだイークロスピーが足りてないの？それとも第八神器の力がないとダメなの？カモがネギを背負ってくるってこういうことを言うんだろうね。ようこそ、人気と経験値のみんな。グッドタイミングだね。どれだけ E クロス P を与えてもお姉ちゃんが目覚めなくてさ、とってもアンハッピーなんだ。だから今すぐみんなの知識と経験値をちょうだい。リリーの幸せのために。黙らっしゃい。それより巫女を返していただきますわよ。え？失敗作のくせに生意気なんだけど。リリーは本物の人間なんだよ。機械や人間未満のクソゴミとは違う特別な存在なの。ちゃんとリリーの言うことを聞いて。命令だよ。ふん、嫌ですわ。え？どうして？リリーの人間の言うことを聞けないの？聞く必要がないからですわ。は？リリーはリリーだけがリリーなのに、たった一人の本物の人間なのに、そのためにあんな辛い、こんなにも長く存在してるのに、それなのに、ちゃんの失敗作ごときにこんなムカつくこと言われなきゃいけないの。はちゃめちゃにアンハッピーなんだけど。死んで詫びてよ。じゃないと殺すから。おおむね私の方が言いたいセリフですわよ。それリリーはお姉ちゃんを愛してるの。それがリリーなの。その愛でこんな地獄みたいな世界で生きてこれたの。巫女は帰ってこないといけませんの。それが家族だから。この世界で唯一無二の宝物。今度こそ愛してもらうの。それが生きる理由。リリーの願い。愛を貫きますの。家族の絆は不滅だから。ですから、殺す。ぶっ殺して差し上げますわ。完成。経験値になってよ。
リーはただお姉ちゃんに会いてほしいだけなのに、会いたいだけなのに、どうして邪魔するの。簡単に殺されたわ。本当についてません。うん、私もただ巫女を取り戻したいだけですよね。いいか、死んでるわ。どうしたの、あの素直に伝えられてきましたわ。オーバーロード、アミ、エンゲージ。お得ですわ。ジリーはただお姉ちゃんに愛してほしいだけなのですわ。会いたいだけなのよ。どうして邪魔するの。いただきますわ。本当についてきますわ。お姉ちゃん、私もただミコロを取り戻したいだけですよね。何が弱すぎるな。魔敵ですわよね。でも辛くありません。どうしたの、アミ。愛を与えられる幸せに出会えなかった。リーシュ習得、その一点だけ。オーバーロード、あなたは不憫に思いますわ。戻りますわよ。エンゲージはただお姉ちゃんが愛してほしいだけなのちら。会いたいだけなのに、ませんわ。受け止めていただきますよ。私にできることならこれですわ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、キリー頑張るから。お姉ちゃんに愛されるように、もっと一生懸命になるから。乾きにせき立てられる執着は魔敵ですよね。でも辛くありませんね。愛を与えられる幸せに出会えたのか。その一点だけはあなたは不憫に思いますね。オーバーロード、アミ、エンゲージ。素直にリーはただお姉ちゃんに愛してほしいだけなのに、会いたいだけなのに、どうして邪魔するの。いや、強い強い。私もただ巫女を取り戻したいだけですよ。完全経験値になってよ。リリー、お姉ちゃんのために。エルは、どうしたの、アミ。輝きに飲まれて。愛の力ですわ。ファックス舞い上げて。お得ですわ。特大地獄で後悔してくださいまし。リリーはただお姉ちゃんに会いますしだけなのに、会いたいだけなのに、どうして邪魔するの。攻撃配置わかんないな、敵の攻撃配置が。アクセス、アクティベート、たたきのことを取り戻したいだけですわね。お姉ちゃん、お姉ちゃん、キリー頑張るから。お姉ちゃんに愛されるように、もっと一生懸命になるから。かわしにせき立てられる執着は魔敵ですわね。でも辛くありませんね。愛を与えられる幸せに出会えなかったこと、その一点だけはあなたを不憫に思いますわ。いや、私の愛、お姉ちゃんのために。嫌い。この愛はリリーの存在証明。お姉ちゃんのために。キラキラシゲット、ごきげんよう。バッチリ。いや、ちょ強いな。アンミが弱すぎるよ。経験値になってよ。リリー、お姉ちゃんのため。どうしたの、アンミ。限界ですわ。オーバーロード、アンミ、エンゲージ。私もただ巫女を取り戻したいだけですわよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃんのために。
もらったはずなんだけど、全然効果を実感できなかったよ。嫌だ、終わりたくない。まだ愛されてないのに。このリリーって何なのかが自業自得ですわよ。さっぱり分かんなかったな。レーベンの妹の擬態状態だしさ、でミコトの妹の魂を持ってたっぽいし、よく分かんないんだよね、リリーの存在は。エノア、ミコトのデータは大丈夫ですの？人格データの破損は見受けられない。E クロス P の取得量が飽和状態になっているけど、E クロス P は過剰分を抽出して安定値に調整した後、変換器を用いれば無害化できるし。結論、大丈夫。でも、ノエインが言った通り、イブとして目覚める兆候はないみたい。よかったですわ。時間はかかりそうだね。ノエイン。ご苦労様です。エデンの主たる不穏分子を排除いただき、感謝します。おかげで間もなく大団円の条件が整います。本当にご苦労様でした。じゃあ今度はこのノエインを殺そうぜ。本気でねぎらう気があるなら今は放っておいて。お疲れですか？当たり前。では目覚める必要のないお休みはいかがでしょう？はい。動かないでください。アミさん、体が言うことを聞きませんわ。代理統括事実として命令をいたしましたからね。こいつをぶっ殺そう。エデンの機械で抗える存在なんて言いませんよ。どうして EVE は厳密な機械ではない。人間性を持った存在。
機械への絶対命令権には抵抗できるはず。アミさんにお渡ししたコードは一時的にですが人間性を操作できます。だからアミさんには今だけ人間性のない存在になっていただきました。どうしてこんなことを不製品によって生まれた EVE も不製品にそそのかされた無能な人気もどちらもずっと目障りでした。リリーが消えて必要性のなくなった今ようやく処分できる。エノア、私の体を召喚搬送機で送って。エノア、許可されない行動を禁じます。エノア、本物の人間には劣りますが統括人機は機械への絶対命令権がありますからね。第八人機は無力ですよ。あ、思考したり口を聞いたりコミュニケーションに関する機能は許可しますよ。ごめんなさい、レーベン。そんな。第八人機、あなたはアダムの子にいいように使われ、愚かさから罪のない人気を傷つけた希代の失敗作です。アマツさえ明らかな不製品である EVE を溺愛する始末、同契機の失態を見せつけられるのはもうこりごり。だから不要になったあなたを破壊しエデンの初期化を開始することにします。エデンの初期化。全ての人気、全てのケルビン、全ての EVE、エデンの何もかもをゼロから再始動することです。今のエデンは傷つき闇歪んでいますからね。使命を果たすにはゼロからやり直すほかありません。ゼロからやり直すって一体どうやって。そんなことを。本物の人間がおらず人気の半数以上がロストしたこの状況に限って、第三人気の陶器にはそれを実行する権限があるんですよ。第三人気の担当は秘匿、エデンの初期化が、あなたの本当の役割だったの。機密事項です。陶器としたことがつい喋りすぎましたね。そもそもあなたが詳しく知っても仕方ないことなのに、どうせこれから消えてなくなるんですから。あなたの処分は箱庭を破壊してしまえば一瞬ですが、それでは芸がありません。なので命令します。エノア、この場で自戒しなさい。大丈夫レーベン、僕はあの選ばれし者だから、きっとどうにかするよ。あれ、ここは仮想世界、箱庭の中だよ。時間を高速化して現実の5万倍の体感時間にしている。アミとミコトは擬態にダウンロードされてるからここには呼べないけど。大丈夫なの？ゾウエに救援のメッセージを送った。トリニティならノエインの絶対命令権に抵抗できるはずだから、みんなはきっと大丈夫。よかった。うん、よかった。私は不出来な人気でたくさん迷惑をかけて力になれなくて、最後まで役に立たなくてごめんね。エノア、優しくしてくれたこと、家族だと言ってくれたこと、こんな私を大切にしてくれたこと、本当にありがとう。これで最後みたいな言い方やめてよ。これで最後だから。統括人機の命令は絶対、私には抗えない。人機としての、機械としての定めだから。自戒するのも仕方ないこと。仕方ないなんて言わないでよ。辛いんでしょ？悲しいはずだよ。うん、
私は機械だから、そんな感情はない。嘘つき。ならその涙は、人気が壊れる時だってずっと泣いてたくせに。見間違い。機械が涙を流す必要はない。こんな時までいい加減にしてよ。感情を否定しないで。泣きたい時に泣いて、怒りたい時に怒ってよ。エノアにだって心はあるでしょ。ないよ。仮にあっても似たような反応なだけ。だって私は機械だから。くだらない。人間じゃなくても機械でもエノアにはエノアの意志はあるはずじゃん。本物はないよ。なら私たちへの思いも偽物なの？私たちといた時間にあなたの魂はなかったの？それは、私たちのことを愛してくれてるなら、家族だと思ってくれてるなら、自分を否定しないでよ。ごめんなさい。心があるって素直になってよ。心があるのに自分を否定するのは心ないことだよ。謝るだなんてクソみたいな反応しないでよ、エノア。そんなのこっちが惨めな気持ちになるじゃん。心ないのもクソなのも仕方ないでしょ。言いたい放題。恵まれた人間だから言えるんだよ。この時間が最後なのに、バツ印なことばっかり言って、私をかき乱して。ひどいよ、レーベン。私が今までどんな考えで、どんな思いでいたかも知らないくせに、嬉しいや愛おしいを無視するのも、悲しいをこらえるのも、どれだけ辛いか理解できる？悲しい時に声を上げて泣きたかった。嬉しい時に声を上げて喜びたかった。好きなものを好きだって言いたかった。大切なみんなを家族として愛したかった。ここに心があるって、魂があるって胸を張りたかった。だったら言えばよかったじゃない。機械が言っていいわけない。だったら機械なんてやめればいいじゃん。バカ言わないで。機械に生まれたのにどうやってやめろっていうの？私だって機械になんて生まれてきたくなかった。こんな私がずっと嫌だった。私だって人間に生まれたかった。自分に感情があるって信じたかった。私を信じられる自分でありたかったよ。視界が、時間、これ以上は維持できないから。情けない。こんな恥ずかしいさよならないよ。このままお別れなんて嫌だよ、エノ。私だってもっとみんなといたかった。一緒に生きてみたかったよ。だったら、だったら。どうなるの？レベどうするの？だったら私と生きてよ、エノア。あなたの心のままに。来た、来た。私はみんなと生きていたい。選ばれし者の同期の命令が上書きされた。これが選ばれし者の力。ノイ、私あなたの命令には従えない。それにエデンの初期化も容認なんてできない。エデンの初期化が容認できない？
人類再生のために最も合理的な手段だというのに。合理性なんて知らない。理由が何であれ、みんなが傷つくことは悲しくて嫌だから。感情を理由に反対するなど、どこまでも機械らしくない。失格人気ですね。造園様の命にて馳せ参じた。覚悟しろ。四馬か。借りを返しに来たぞ。かわいそうなものは守らないとね。昨日の敵は昨日の敵。トリニティ、いつの間に。足元を救われたな、ノエイン。足を救われるですよ。選ばれし者というイレギュラー EVE4 機。危険を冒してまで相手取るのは非合理ですね。この場は引かせてもらいます。逃げるの？ええ、逃げます。武力行使は当期の役割ではありませんし、本来の役割を果たすことに注力します。あなたたちがリリーを撃破してくれたことで条件は整いましたからね。よかった、あれのは守れた。レーベン、私、エノアがあの空間で叫んでたこと忘れてないから。ううん、忘れないから。う、これからは機械だからなんて卑下しないで、心のままに素直に一緒にいようよ。私たち一緒に今を生きてく家族なんだから。うん、運じゃなくてもっと気持ちを表現して。ありがとう。うん、そう言ってくれて嬉しいよ、レーベ。花丸。模擬戦とはいえ全力で挑むぞ。獅子は二頭を撃つに全力を用いると言うからな。ニコとも戻ったっぽいね。ことわざが混ざってる。二頭は確かに獅子でもしんどそう。二頭大物は二頭大物。一匹でも本気出そうぜ。うるさいうるさい、言い間違えただけだ。何せよ獅子らしく気高く振る舞うぞ。そもそも獅子は俺たちっていうよりあっちだと思うけど。獅子だなんてひどいな。 I'm trying real hard to be the shepherd。 羊飼いになろうと一生懸命なのに。一生懸命になってる時点で羊飼いの才能ないと思うぜ。じゃあ獅子として四頭を撃つに全力を用いるとするか。来い、おめえ挽回してやる。おめえまみれにしてやる。おめえまみれ。おめえ返上はできなかったみたいだな。ハヤトがおめえ挽回なんて言うから。深淵が見える。ああ、かわいそうな私。深淵を覗くとき深淵を覗いている。くっ、無念だ。経験値の差が如実に出たな。ともかく五人とも見事だったぞ。E クロス P の変換器がきちんと作用している。イブカの兆候は心配ないよ。
なら、もう復帰していいってことか？うん。調整やリハビリ、お疲れ様、ミコト。お疲れ様です。ありがとう。世話をかけたな。ええ。たっぷりかけられましたわ。でも、支え合うのが家族ですわ。これからも遠慮なくもたれかかるよ。お互いに、ですわよ。改めて、ただいま。お帰りなさいですわ。さて、めでたい場で悪いが、良くないニュースがある。潜んでいた第三人機ノエインに動きが見られた。派閥のケルビムを露覚して調査したが、ノエインは何かを蘇生させる準備をしているらしい。何かを蘇生？エデンの初期化じゃなくて？蘇生される何かがエデンの初期化に関係するんだろう。何かって何なんですの？エデンの初期化に関わりそうな上位存在といえば、考えられるのは第一人機プロパトールくらい。プロパトールは人間に忠実で、使命を第一に考える厳格な人機だった。アダムのプログラム、リリー計画と EVE 計画、人機の欠乏、イレギュラーで歪んだ今のエデンを目の当たりにしたら、ノインと同様に初期化を試みようと考えかねない。第一人機プロパトール、私を選ばれし者にした存在。第一人機プロパトールが敵として復活すれば厄介だ。今まではミコトやトリニティの復旧を待っていたが、以降はノエインの撃破を優先した方がいいだろう。とはいえ、人機の世やトリニティでは力不足。心苦しいが、またエノアたちに頼ることになるが。私たちというよりレーベンが頼り。代理統括機の命令に抗うには選ばれし者の力が重要になる。頼りにしているぞ、選ばれし者。その呼ばれ方、気恥ずかしいから、やっぱり好きになれないな。私は好きだよ。かっこいいよ、レーベン。はいはい。選ばれし者。それはそうと、ゾーエはこのままノエインと敵対していいの？ノエインの目的がエデンの初期化にあるなら、相入れない。消されるわけにはいかない。大切なものがあるからな。創造物のすべて、トリニティ、最愛の妹。それに近頃は貴様ら三人も気に入っておる。たとえ相手が代理統括機であろうと、同調はできん。ありがとう、ゾーエが味方でいてくれて嬉しい。素直に。エノアってゾーエが嫌いじゃなかったっけ？何度も言ってたけど嫌いじゃないよ。ただ機械らしくないゾーエが羨ましかったり、機械らしくあろうとする私が揺さぶられて困っていただけ。でもこれからの私は機械らしさにこだわらないよう決めたから。花丸、その調子で素直にね。うん。私のいない間にいろいろとあったみたいだな。好ましい成長ですわ。そうだな、エノア。第三人機ノエインの管理領域に通じるゲートウェイのアドレスを転送しておく。それと必要な時は気兼ねなく世を頼れ。ありがとう、ゾーエ。箱庭もこの姿も久しぶりだな。改めてお帰りなさいですわ。ただいま。ノインの領域に通じるゲートウェイのアドレスは増刊搬送機に登録しておいたよ。ゲートウェイか。なら実践のリハビリを兼ねて私が行くよ。構いませんわよ。私もです。私も。でもくれぐれも無茶はしないでね。あいよ。今度はミコト出発か。
とりあえずレベルアップ。これで65になれるのかな。ネットワーク接続、おかえりなさい。なんだろうな。水準を上昇。獲得経験値。クリティカルの発生確率上昇。どうしようかな。設定変更。
設定変更。場所がいまいちわかんないんだよな。EX とか。わかんないや。思想カスタマイズ。思想カスタマイズ。これにしとこうかな。設定変更。思想カスタマイズ。思想カスタマイズ。設定変更。思想カスタマイズ。アンビコト。より強く可能性数。より強く可能性数。より強く。より強く可能性数。可能性数広がり。より強く可能性数広がり。数広がり。
と40。ベーベ、アミリコト、借り強く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 、可能性すい広がり、リコト、ベーアミ。今のところ40あればちょっと足りそうだね。そういうことだ。思想カスタマイズ。思想カスタマイズ。思想カスタマイズ。どの音楽を聴きましょうか。いつか復活を。善良な少女だったんだね。改めてお帰りなさいです。ありがとう。ただいま。レーベンに改まって言われると
不思議な感じがするな。どうしてです？苦手そうだったからさ、挨拶も家族感のあることも。初めの頃はテレテレでしたわね。慣れました。それにこの間エノアと二人で日本語の意味を調べたんです。行ってきますは必ず帰ってきます、行ってらっしゃいは無事に戻ってきてくださいの意味、ただいまはただいま戻りました、お帰りはよくお帰りなさいましたの省略。どれも素敵な意味ですね。お二人がこの言葉を大切に使っている意味を理解できました。何気なく使いすぎてて考えたことなかったかも。私もですわ。でも言葉の構造を考えたら納得の意味ですわね。え、意識して使ってなかったんですか？全然ですわね。勝手に感動してた私がバカみたい。まあ勉強になったよ。次からは意識して使うようにする。トリンチ4バカトリオ。ミコト、一つ朗報があるよ。お、なになに？トリニティの名前の由来を造影に聞いた。前にミコトが気にしていたみたいだから。首相だな。で、どういう由来？ハヤトが命名したらしいんだけど。待て、汚名挽回女の命名ってだけでいろいろ察する。私に予想させて。いいよ、クイズだね。ズバリ、四味一体のつもりで三味一体って名付けた。どう？合ってる？人数を数えるとき自分を数に含めるのを忘れてたんだって深刻にアホの子だな、あいつ。まあ、遠からず、まあ当たってるでしょ。あの後、リリーはどうなりましたの？ゾウエが回収してくれたよ。あの子は完全に壊れて、いえ、完全に死にましたの？気にしてる。やっぱりヨミは優しいね。どういう意味ですの？ミコトやトリニティと同じように修復できるよ。だってアミが頭部を破壊しなかったから意図してのことだよね。あの子の行いは許せませんわ。でも結果的にミコトは帰ってきましたし、とってもとってもいけすかない相手だけど、あの子が諸悪の根源だとは言い切れませんもの。優しいアミに花丸。うん、いつかエデンが落ち着いてリリーと対話できる余裕ができたら、みんなでリリーも笑顔にしてあげようね。よし、お茶会は以上かな。では出発しましょうか。増刊搬送機起動。ミコトノリエデンへ転送転移。気持ち冷えるな。ミコトさん、冷え性なんですか？そうなんだよ、末端冷え性でさ、冬場はカイロが手放せない。私をカイロにしてもよろしくてよ。ホログラム抱きしめてても悲しくなるだけだろ。心は温まりますわよ。恥ずかしいからやだ。ミコトは気体なのに冷えるの？気持ちの話だよエノア。ほら、冷たそうな空間だからさ。確かに
この空間のセルシウス度はマイナス270度、エデンの通常空間より冷たい。でも擬態なら大丈夫のはず。ほぼ絶対零度ですわね。秘匿扱いのノエインの担当領分に関係あったり？可能性はあると思う。とりあえず進もう。体を温めたいしさ。しょっぱーつ、行ってきまー。行ってらっしゃい、ミコト。行ってらっしゃいですわ。行ってらっしゃい。行ってきます。必ず帰ってくるからな、レーベン。私から仕入れた知識をドヤ顔で使わないでください。あとそういうのはせめてアミさんに言ってください。大丈夫ですよ、家族であるなら無限絶好の話ですもの。第三人気のケルビも発見。ぶっ飛ばす、ぶっ飛ばし終わりました。さすがです、ブランクを感じませんね。もともと寝起きで戦うなんて日常茶飯事だったからな。過酷。修羅場の経験が糧になりましたわね。セキュリティシステムの稼働を確認。注意して。ダム。ダム。確保。適正存在の出現を確認。オッケー。やっ。はっ。やっ。はっ。まあ、回復しなくてもまだ大丈夫かな。めんどくせえな、めんどくせえの来たなこれ。チクショー。で飛ばないとダメだ。
うだな。やった。イライラする。うまくいかないな。まあこの間は HP が回復していくからまあいっちゃいいんだけどな。距離がシビアなんだよな。あれ届かねえな。あんなんとダメかな。ちょっと思った以上に時間がかかりすぎだな。いや無理だよな。取らなくてもいいかな。いやイライラ、イライラする。上まで行けるっぽいんだよね。へへー。そうだ。こっちも行っちゃった結局。絶対倒せねえからな。いや結局そこ取れねえな。いいのかな。
もいいっちゃいいんだけど。22時だよ。いけたわ、やっといけたわ。タンポポかい。長かったな、な十何分やってたんじゃない。まぶしい。よし、ボス。いや、第八人気の EVE か。言葉遣いが嫌に流暢だな。まるで人間みたいだ。他のケルビムと違って驚いた。君たちに対抗するために人格データを増量されたから。特別なケルビムというわけだ。初めは僕も特別だと思ってた。だがそうでもない。うん、十分に特別。ケルビムと EVE は体の構造はもちろん、データの持ち方が異なる。だからケルビムが人格データを保持しすぎると個体差はあるが、システムに不調が生まれるんだ。認識回路がショートしたり、狂って暴走したり、あるいは意識が分裂したり。だからこれほど人格データに適合している個体は稀。稀なだけで特別じゃない。今が限界。限界は超えられない。僕がこれ以上人間に近づいたら壊れて消えてしまう。だから機械の化け物であるしかない。 Which should be worse, to live as a monsterOr to die as a good man. 化け物として生きるか、人間として死ぬか、どっちがマシなんだろうな。僕はケルビムだ。ピノキオに憧れられるほど人間めいてはいない。だからノエイン様の命令に従う。君たちにとっての化け物さ。他人の魂じゃ本物にはなれない。だから命令に従う機械でいい。カッコこの機械倒して。ダメ、カッコ効かない。アクティベータ打ち抜き。僕の心は借り物にする。カッコ苦しい。この思いすらも引きり直す。フルアクティベート。選ばれしケルビンには及ばない。僕は好き。慣れない。ノエイさんは従う。ジャッカタイミング。全力で補助する。お次はなんだ。ないよ。おしまい。おしまい。僕は機械の化け物。後味が悪いな。エノは大丈夫？大丈夫だよ。私は恵まれてるんだなってそう思っただけ。すぐにゲートウェイの掌握を済ませるね。
ろそろ佳境に入ってくるかな。ゲートウェイのパーミッション変更完了。石州へのアクセスが可能になったよ、ミコト。お疲れ様。箱庭に帰ろう。ただいま。お帰りなさいですわ。相変わらず迷いなくバッタバッタと切り伏せる姿が素敵でしたわよ。人をキラーマシンみたいに言うなよ。迷ったらこっちが死ぬんだから仕方ないだろ。褒めてるだけですのに。ミコトさん、お帰りなさい。ミコトが無事に帰ってきてくれて嬉しい。調子は大丈夫？バッチリ。このまま立て続けに戦っても大丈夫なくらいだ。ミコトが元気でハッピーですわ。でも関所には私が向かいますのよ。ミコトさんが戦っている時に3人で決めたんです。中枢はノエインの力に対抗できるレーベンが最適だから、負担のバランスを考えると関所はアミかなって。なるほどな。じゃあアミ、続きはよろしく。お任せですわ。アミちょっと弱いからな、強化しないと。お帰りなさい。レーベン、アミ、記録下がりすぎるよね。レーベン、アミ、これ網に使うのもったいないかい。まあ、いっか。ダウン磁力へ。HP 増やして火力上げれば十分でしょう。データ一覧
参照。アーカイブ開放、アーカイブ開放。再生してあげるから。実績確認。絆を深めますわよ。ふふふですわ。やけにご機嫌じゃん。みことに私の勇姿を見せられるのが誇らしいのですわ。ふふんですわ。勇姿ってアミが頼りになるのは知ってるけど、拒絶反応になって以来ずっとみことに頼りっぱなしでしたでしょ。みことを送り出すことはあってもみことに送り出されることはなかったから、みことの言ってらっしゃいと巫女に見守られて戦うことが楽しみですの。張り切りすぎてエデンの設備とか壊すなよ。しませんわよ。はいはい、真面目な話、あんまり浮かれて無茶だけはするなよ。大丈夫ですわよ。何かあってもその時は巫女が助けてくれますもの。まあアミは大事な家族だからな。うちうち元気と。さっきのケルビムを倒した後辛そうだったけどどうしたの？なんでもないよ。ええのは素直になるって約束でしょ。ずっとうじうじ元気でいるつもり？うん。ええのはは嘘つきさんだったのかな？そういうわけじゃないけど、ちょっと罪悪感があって、機械として生まれて機械として育った私が心を認められてこんなにも幸せを感じていいのかなって、しがらみの中で苦しんでいる子たちもいるのに。いいんだよ、それとこれとは別の話なんだから。幸せは幸せとしてしっかりと噛みしめないと。私たち辛くなるために生きてるんじゃないでしょ。幸せになるために生きてるんだから。ありがとう。でも私だけ恵まれてて罰が当たりそう。もやもやしたら私のせいにすればいいよ。エノアは欲深人間の命令に従ってるだけ。レーベンは欲深いの？そうだよ。だからなるべくずっとエノアの笑顔だけを見ていたいかな。それは欲深人間だね。パンパカミちゃん、パンパカパーン。アミちゃんの突然質問コーナー。みんなにとっての理想の休日ってどういう過ごし方ですの？映画館に一日中こもってはしご鑑賞。映画館だけならここでも再現できるよ。お、肝心の映画は何が見れるんだ？映画のデータはないから映写できるのはみんなとの思い出くらい。却下。ホームビデオを大スクリーンでなんてこっぱずかしいから見たくない。大スクリーンで巫女の勇姿を鑑賞できるなんて、デュフ、最高じゃありませんの。私も昔のお二人の思い出なら見てみたいです。はいはい、この話はもういいから。で、アミの理想の休日は？私は家族とお出かけですわね。ミコト、エノア、レーベン、みんなと一緒に楽しい思い出をたくさん作りたいから。全てが解決したらエデンでも復旧した仮想世界の中でも
どこへでも行けるよ。ハッピーな未来に胸が高鳴りますわ。なるべく喧騒のないところでお願いします。レーベンはどんな休日が理想ですの？私はそうですね、静かでマイペースにまったり休養が取れるなら何でも。疲れ切った社会人みたいな理想だな。はいはい、メンタル老け気味なんで。エノアはどういう休日が理想？休日が訪れるということは私の使命が果たせたということだから、休日を過ごすことそれ自体が理想かも。そっか、エノアは稼働してから2000年ずっと休みなく働いてきてるわけだもんな。とんでもないブラックですわね。うん、じゃあ行きましょう。増刊搬送機起動。現実へデータ送信。巫女を惚れ直させるためにも張り切ってまいりますわよ。巫女さんってアミさんの強さに惹かれてるんですか？ないだろう、だって戦ってる時のアミ怖いじゃん。ああ、ちょっと聞き捨てなりませんわ。私はいつも華麗ですのに。苛烈の間違いだろ、でかい斧をブンブン振り回してケルビムを素手でちぎっては投げちぎっては投げ。ちぎったことはありませんわよ。ひどいですわ、プンプンですわ。怒り浸透でみんなに巫女の可愛い弱点をバラしちゃいますわ。ああ待て待て、エノア家のルール1つ目、家族の秘密を口外するな。エノア家のルール2つ目、家族の秘密を口外するな。というわけで守秘義務がある。あら、そんなルール記憶にありませんわ。だって今作ったし。巫女はこちょこちょが苦手なんですのよ。お腹も太もももダメだけど、特に足の裏。おい、ってまあそれくらい知られたって別にいいけど。知らなかった、詳しく聞きたい。どういうシチュエーションで分かったの？あ、そっか、アミさんに全身まさぐられたことがあるってことだもんね。それはですわね。あんまり言いふらすと嫌いになるぞ。私と巫女だけの秘密ですわ。ちなみにいかがわしい話じゃないからな。これじゃあいつ行きましょう。行ってらっしゃい。早く行けという圧を感じますわね。みんな行ってきますわ。アミさん行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。アミとミコトはいつも仲良しで花丸まで危なかった。当然ですわ。適正存在の出現を確認。さあ交換なさい。キラッ、逃がしませんわ。やっぱね、あの攻撃モーションに入っちゃうとね、回避行動がね、あのいわゆるその行動キャンセルみたいなことできねえから、タイミングが悪いと確定でダメージ受けちゃうんだよ。キラッ、
待って、この先は限りなく絶対零度に近い。機体でもとっても危険。あらあら、どうしますの？近くに冷却装置があるはず。探索して見つけたら破壊してみて。アミ、冷却装置を見つけて破壊して。冷却装置発見。指定の場所を破壊して。了解ですか？待ってるわ。冷却機体の逆噴射、この区画から脱出して。エマージェンシーですわ。言われた通りにしただけなのに、どうしてですの？どうせアミのバカ力のせいだろ。無言の皇帝。絵の自業自得ですわ。深刻な状況。お疲れ様、アミ。これで通れなかった区画が解放されたはずだよ。なんだかどっと疲れましたわ。メニューのオープン。あれは別な場所に行くだけでしょ、きっと。そこの上にアイテムがあるな。また時間かかるやつだなこれ。どうやら乗りっぱなしだと回転しちゃうっぽいんだよね。あ、大丈夫か。覚えないとダメだな。待って、どうすればいいんだ。あ、レーザーに触れると回転しちゃうってことか。触れなければいいんだ。触れないように。それ嫌い。いやーもう飛んなくていいかな。
もうイライラする、イライラする。これね、やったことある人だったらわかると思うけど、かなりね、あの操作がね、思った通りの動作にならないんだよね。ずれるというか、ちょんちょんって押しても、それ見えない。俺はタイラーの脳みそ、お前はなんだ？あら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 、明らかにまともじゃないケルビムが出てきましたわ。俺がまともじゃない？僕はイカれてる？違う、イカれてるのは世界だ。ああ、うるさい、うるさい。静かにしてくれ、頭が割れそうだ。俺の声が僕の耳がキンキンする。これまたキャラクターが濃いめだな。一人称が定まってないし、自我が分裂し始めているのかも。人格データを過剰摂取すると起こり得る障害。機械にも多重人格ってあるんだね。ああ、うるさい！お前ら全員黙らせてやる！頭をちぎって投げれば静かになりますわよ。やっぱり可憐じゃなくて可烈じゃん。さあ、行きますわよ。巫女の見ている手前、情けない姿は晒せませんの。黙れ黙れ黙れ！僕だ、うるさい。苦しい。僕だ、魔戦も嫌い。はい、行きますわ。コピー、どう？いや、硬いな。ガチ！魔戦！ご機嫌よ！キラッ！ガチェノは任せて。アンクロックアップ。いきますよ。怖くて。後悔なさい！お前も、俺たちも。俺に啓蒙を。僕に安らぎを。攻撃のチャンス。よこせ。エノはどうしたの、アミ。インターネットは力。全力全開ですわよ。オーバーロード、アミ。エンゲージ。僕は心ない。はい。待って、
俺は心がうるしい。静か。ミコトに見られてると思うと大興奮で血祭り。大興奮で血祭り。俺は誰だ。そんなもの他人が知るわけありませんわよ。ミコト、私の華麗な姿をしっかり目に収めまして。苛烈にボコボコにする勇士なら不服ですわ。でもアミが元気な姿を見れて嬉しかったよ。ふふふですわ。どんぐらい残ってんだ。アクセス権を獲得した。これでノイーンのいる中枢へアクセスできる。アミ、お疲れ様。とっても苛烈だったよ。華麗ですわ。ただいまですわ。おかえり。戦闘後に聞く巫女のおかえりは小僧ロップに染み渡りますわ。仕事終わりの一杯みたいに言うなよ。アミ、おかえりなさい。アミさん、おかえりなさい。次は中枢だからレーベンの番ですわね。頼みますわよ、選ばれし者さん。その呼び名はあれだけど、頑張ってきます。エゴを力に。何人なんだろうね。国、何人っていう設定だったっけ。レーベンティスト。めっちゃ下がるな。
あれ同じのも作られんのか知らんかった。忘れないよ。再生してあげるから。まったりじっくり。責任取って。ねえ、エノア。ノエインを倒したら目下の危機はなくなるわけだよね。うん、私たちにとっての危機はもうエデンを初期化しようとしているノエインくらい。取らぬタヌキの川残用かもだけど、ノエインを倒した後私たちはどうするの？今度こそ落ち着いて本物の人間を目指すとか。本物の人間になるとエデンでの特権が増える。なっておいて損はない。なれますの？人間性定義の第四人気アントロポス、私がぶっ壊してしまいましたけど。現システムは生きているから大丈夫。 E クロス P の変換器を使えば安全に本物の人間にはなれる。もちろん今はまだ私のイデアコードが不十分だからできないけど。今の人間性定義はアントロポスが歪めたものだし、変換器もシステムを騙してるからある意味不正ですわよね。この状況で本物の人間になってもいいんですの？エデン的に人気的に正しいことですの？人気としては正しくない。そもそもまともな人気ならノエインに従ってエデンの初期化を受け入れている。でも私はまともな人気じゃない。レーベンにおかしくさせられた。自分の心に従う機会正しくなくていい。間違っていてもいい。みんなとより長く一緒に生きられるならそれでいい。私の一番大切なものは家族であるみんなだから。天使ですわね。エノアがいいならもちろん私も異論はありませんわ。たださっきのレーベンにおかしくさせられたって言葉は聞き捨てなりませんわ。選ばれし者の力で心のままに生きてって命令したことですよ。レーベンが原因でおかしくなったんだとしたら責任は取らないとだな。うん、責任取ってねレーベン。いや、いいけど、何の責任をどう取れと。食べちんストロパトール。そういえば、ノエインとエノアはどういう関係だったの？ノエインは秘密主義だったからあまり関わりがなかった。直接対話をしたのも教頭をしたこの間が初めてなくらい。へえ、じゃあ第一人気プロパトールとは？人間文化的に言うなら週末だけ会える厳格なお父さんっていう感じかも。エノアらしくない比喩表現にも驚いてるんだけど、それよりもお父さんってどういうこと？プロパトールは
イデアコードが発現し、自意識を持った始まりの人気。人気の持つイデアコードのベースは、すべてプロパトールから分け与えられたもの。だからプロパトールは、すべての人気の親的存在。なら、それなりの関わりはあったんだ。定期的に私たちの活動を確認して、いろいろと導いてくれた。それに、人間の尊さを説いてくれたのはプロパトール。人間は私たちを産んでくれた大切で尊い親であり、機械を愛し導いてくれる優しい存在。だから私たちが人間を敬い従い、再生のために尽力することは尊いことだって。プロパトールって人気はクソだね。え、どうして？だって大体の人間はクソなのに、それを盲目に信用しちゃうなんて愚かだし。プロパトールがエデンの責任者だったんでしょ？なら今のエデンのトラブルは全部プロパトールのせいじゃん。アントロポスの不正に気づけてれば、リリーを止めていれば、ロストせずに人気たちの仲裁ができていれば、エノアたち人気やミコトさんやアミさんたち EVE はこんな風に辛い思いをしなくて済んだかもしれないんだよ。クソ以外の何者でもないよ。機械好きのレーベンがあからさまに非難するなんて珍しいね。機械なら何でも好きなわけじゃないし、プロパトールは明らかにダメ人気だもん。エノアはプロパトールを嫌いになったり、ダメな人気だって思わないの？あれ、プロパトールいろいろと感謝してるよ。杉田さんだったっけ？レーベンは大体の人間はクソだって言ったけど、ミコトもアミもレーベンも、私の周りにいる人間はみんないい子ばっかりだし、プロパトールがレーベンを選ばれし者にしたから、私はレーベンと出会えたんだから。あれプロパトールって第一、プロパトールがどうとかって話じゃなくて、ただ単にエノアが天使なだけだよ。ちょっとごっちゃになっちゃったな、名前がいっぱい。よし、じゃあこのまま行きましょうか。行き先を指定して。エデンの出番だね。エデンへ伝送転移。自分の目で見ると一層寒々しい空間だろう。冷え性には応えるんだよ。レーベンは寒いの苦手だった？どうでしょう、実はイークロス P の変換器が機能してから昔の記憶が全然思い出せないんですよね。え、そんな状態で戦って大丈夫なのか？迷ったり悩んだりさ。戦う目的、覚悟の話ですよね。過去がなくても今があるから大丈夫ですよ。死にたくないし、何より皆さんと行きたいから。皆さんって言ってくれるのは嬉しいけど、本命はエノアですわよね。え、私と生きてよエノア。あの言葉からは熱々でグツグツのラブを感じましたわ。思わず私もときめくくらいの。うん、とってもときめいたよレーベン。エノアは同調しなくていいよ。嫌だった？まあそうだね。私の気持ちで不快にしてごめんね。気をつけるから嫌いにならないで。不快でもないし嫌いにはならないよ。そういう意味じゃないから。こっちこそごめん。ならどういう意味？レーベンはテレテレなのですわ。エノアにときめかれたことが嬉し恥ずかしで。本当？多分ね。見え切らない女は嫌われましたよ。このアミさんクソめんどくさい。ミコトさん、なんとかしてくださいよ。
いいじゃん、好きに勝る感情はないから。迷ったりする心配はもうなさそうだな。愛が全て、愛が最強ですわ。面倒オブ面倒、そろそろ切れますよ。その剣幕はもう怒ってるよ、レベ。行ってきます。まだまだ意地、お話ししたかったのに。お引き出ししまいましたわ。行ってらっしゃいですわ。行ってらっしゃい、レベ。頑張ってね。行ってらっしゃい。もらった。セキュリティシステムの稼働を確認。注意して。邪魔だ。これでもらった。攻撃のチャンス。見殺せ。えい、飛べ。見殺せ。あれ、もうモンボスか。やはりあなたが来ましたか、選ばれし者。選ばれし者です。第三人気ノエイン。相変わらずなようですね。相変わらず。あなたは依然 EVE といういびつな存在のまま、選ばれし者の意味に気づかないでいる。何が言いたいの。機密事項です。簡単に教えては面白くありません。陶器も最近になってようやく気づいたばかりなんですから。夜迷いごとで混乱させようって腹かもしれませんね。そういえばレベの妹はどうなったんだ。ノエイン、エデンの初期化はさせない。人類再生のために必要な行為です。人気として正しい行いですよ。だとしても従うことはできない。代理統括機である陶器の命令だとしても。いや、私は私の心に従う。やはりもう陶器の権限では言うことを聞かせられませんか。厄介なものですね、選ばれし者の力というのは。陶器の権限では。何かを蘇生させようとしてるのは、より上位の権限を持つ存在を味方につけるためか。蘇生させる。耳ざといですね。ケルビムあたりから漏れたのでしょうか。ズバリ第一人気プロパトールの蘇生が狙いですわね。さあ、どの道倒してからデータを解析すればわかることだ。エノアを傷つけようとしたことは、私たちみんなを消そうとしたこと、その報いを受けてもらうから覚悟して。報いですか。あなたにそれを言われるとは。この感情、この心、まったく陶器も機械失格ですね。蘇生の条件を果たすには、陶器が消えてもあなたが消えても結果は変わりませんが、しかしあなたのような機械に負けるのだけは死んでも嫌です。非常に腹立たしい。冷気。人間のように怯えなくて大丈夫ですよ。ただガラクタらしく壊れてください。お前がな。人類大切、闘士たちの原理を守る。
人気の役割は人気再生任せて機械修復システム人のための努力そうですよね使命を与える時代を使命のためなら何を犠牲にしてもいいのそれはそうは思わないだって他にも大切がたくさんあるから変化がしなければ愚かな機械のままであれば、こうして壊れ、ね、狂い、争うこともなかったかもしれません。悪いことばかりじゃなかったはずだよ。変化と変化が心を与えてくれた。心があるから、私はこういう風にした。なんだするわ、なんだするわ、なんだするわ、なんだするわ。これは引き出た。お肉が壊れようと。気持ちは変わらない。エデンは規則化される。夢を取り戻す。始まりへ回帰する。みんなを引き込む未来は、私の幸せを脅かす未来は絶対に急いで見せる。意外に飽きてなかったな。人間の尊さを説いたのはあなたのはずですよ。傷つけてごめんね。生きるためだから。ずっと蘇生させようとしていました。でもシステムがうまく機能しませんでした。条件の一つが満たされていなかったから。何を言ってるの。でも陶器が壊れればこれでスイッチが入る。もうすぐ彼女が復活する。エデンの初期化は目前。彼女が復活する。プロパトールが目覚めるってことですの。ノインの言葉が真実ならその可能性が高い。どうする。地球造営にも相談したい。まずはここを離れよう。バイバイノイン。ごめんね。第一人機プロパトールが蘇生するかもしれないか。蘇生していればヨラに何らかのコンタクトがあるはずだ。現状はまだ完全蘇生しているわけではないのだろう。完全蘇生を止めることはできると思う。準備が完了しスイッチが押されているのだろう。場所も方法もわからないんだ。止めようがない。蘇生すると危険な存在なんですの。機械への絶大無比な命令権を持っている。敵対すれば最強の人機である第二人機エクレシアをはじめエデンの全機械を敵に回す可能性だってあるだろう。選ばれし者を定めたのはプロパトール。この力がプロパトール由来のものなら私の力が使える相手とも思えませんね。厄介ですわね。そう、厄介な相手だ。だが単体なら今のお前たちにかなわない相手ではないだろう。プロパトールは本物の人間リリーに負けた過去がある。みんなはまだ本物の人間ではないけど近しい力は持っているから。人間性の高い EVE なら十分勝算があるってことだな。その通りだ。でもそもそも戦わずに済む可能性はありませんの。厳格な人気だから
エデンの初期化に肯定的だろうって話は前にも聞きましたけど、話もできないような相手ですの？うん、そんなことはない。だったらまずは話をしてみて、相入れない存在だったらぶっ殺せばいいわけだ。第一人機プロパトールは私たちにとってお父さんみたいな存在。戦わないで済むならそれに越したことはないけど、でも対話も説得もマリに頑張ろうとはしないで、みんなが傷つくのが私にとっては一番怖いから。うん、エノアや世の姉妹機だからといっていらぬ配慮や期待はするべきではないぞ。もちろん私たちを人間と認めず、ないがしろにしようとするようなクソなら容赦しない。その通り。 Make you ready for a bit of the old ultra violence。 相入れない場合はウルトラバイオレンスの準備完了だ。でも対話にせよ戦うにせよ、復活するプロパトールを見つけないと始まりませんわ。プロパトールの出現する場所に当てはありますの？可能性が高いのはエデン神髄ネットの中枢、プロパトールの本拠地だった場所。ウルトラの発音がめっちゃ和製発音だったのがすごい気になるけどさ。新しいアドレスを登録しておいたよ。最低局エデン神髄ネットのゲートウェイにつながる。この領域はとても危険だから、とっても気をつけてね。統括人機の領域ともなれば、派閥のケレビムも強いってことか。第一人機プロパトールはケルビムを持たない。なら何が危険ですの？第二人機エクレシアとその派閥のケルビム。エクレシアって私が目覚めた時に現れた人機だよね。どうして第一人機の領域に？エクレシアはプロパトールを守護し、圧倒的な武力でエデンの治安維持を行う存在。彼こそ最強の人機であり、彼の派閥のケルビムこそエデン最強の軍隊だから。おかえりなさい。これ周回しないとレベル上げきれないかもな。このマップで行きましょう。どの音楽を聴きましょうか？再生してあげるから。実績確認。
まったりじっくり。見事に見せ場。この次のゲートウェイは私が向かおうと思っていますわ。今までの順番なら次は巫女じゃなかった？私が順番交代を頼んだんだよ。中枢には私が出撃したいからさ。今まで通りにゲートウェイ、石章、中枢の順に進むなら必要だろ。そうだけど、でもどうして中枢にこだわるの？しばらく人気戦を二人に任せてたから。もしもプロパトールと戦いになるなら私が戦いたいと思ってさ。私は構いませんよ。巫女さんなら安心してお任せできますし。戦わないのが一番ですけど、巫女の勇姿が見れるならそれはそれで楽しみですわ。納得。だったら私も巫女のかっこいいに期待。あんまり肯定されすぎても調子が狂うな。新聞館。ねえエノア、第三人機のデータ解析は進んだ？少しだけ。複雑な暗号化を施されていて、すべて解析するのは時間がかかりそう。うん、この短時間ですごいよ。エノアは偉いね。ありがとう。褒められるのは嬉しいけど照れる。ちなみにどんな内容だったの？サルベージできたのは技術検証に関する第五人機レティアとのやりとり。レティア？最初に倒した人機だよね。うん、レティアは資源に限らず技術や知識に関する収集も担っていたから、リッパ版ウィンクル効果、エントロピー固定化、重力操作、時空間操作、いろいろな理論についてやりとりがあった。うん、ちんぷんかんぷん。私も謎が増すばかり。謎といえば今更だけど、選ばれし者って何なんだろうね。エノアの心を解放できたことには感謝してるけど、力の本質も選ばれし者という存在の意義もずっと謎なままだから少し不安。プロパトールに会えたらそのことも聞かないとだね。エノアは怖がり。ねえねえエノア、百物語しようよ。怖いの大丈夫なら問題ないよな。え、何突然。アミから聞いちゃってさ。ごめんなさい、怖いのを無理するエノアがあまりにも可愛くて。たちの悪い人たちだ。期待に背いちゃうけど、百物語はやりたくない。だって怖いから。あら、素直に認めた。うん、これからの私は自分の心のままに素直に振る舞うって決めたから。ということは、怖がらせたらより面白い、いえ可愛らしい悲鳴が聞けるってわけですわね。嫌いになるよ。そして私が切れますね。怖がらせないと誓わせていただきますわ。あら残念。気を指定して。エデン神髄ですか。エデンへ伝送転移。ここが第一人機プロパトールの領域。エデンの枢軸、機関システムや
重要システムの管理コンソールが存在している。警備するケルビムたちが多数いるはず。アミ、気をつけてね。あまりケルビムをぶん殴るのに夢中になるなよ。私たちの目的はあくまでプロパトールなんだから。わかってますわ。それに私、そんな暴力大好きキャラじゃありませんわよ。行ってきますわ。はっ。行ってらっしゃい、アミ。行ってらっしゃいです。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。いけないのかい。はっ、いきますわ。ふっ、ふっ、はっ、いきますわ。あら、どうやって、あ、こっちから行けんのかい。誰かの声が聞こえませんでした。声？私はエデンを仕留めますわ。どうなったの？あ、ほら、今も聞こえませんでした。え？気のせいじゃありませんの？
これよりは禁域、止まれ。ノエインの領域にいたケルビムに比べると人間っぽさが薄いですわね。エクレシア派のケルビムはシステムも機体も基本設計からして戦闘用、人間性だけが強さの指標じゃないから注意をしてね。エデンで一番強い人気の派閥だもんね。選ばれし者、あなたはここにとどまる。私だけ名指し？一体どうして？第二人気エクレシア、我らが主に指示された。選ばれし者、危険、確保の必要はあると。私が危険だから確保？第二人気エクレシアは第一人気プロパトールの忠実なしもべ。私たちがプロパトールと敵対する可能性を考慮して選ばれし者であるレーベンを危険視してるのかも。その理由と理屈で素直にとどまるやつがいるか？おとなしく待っていたら囲まれてボッコにされそうですわ。怖い。このケルビムからの連絡を受けてエクレシアがやってくるかもしれない。アミ、面倒なことになる前にゲートウェイを確保しよう。わかりましたわ。選ばれし者以外の立ち入りは禁止されている。家族同伴を要求ですわ。あなたは特別。これへ遊ばせ。そう、ワンパンやん。あなたは特別。クロックアップ。メタバリテスト。ごきげんよう。我らの主の願い、光の色。どうしたの、アミ。元気のチャージ。光の鉄。エクスタシーですわ。エクスタシーですわ。オーバーロード。アミ、エンゲージ。無防備。はい、地獄で後悔してくださいませ。選ばれし。ごきげんよう。交換なさい。一等無防備。テスはよ。第一人気の意志。来たんだよ。ダメージ判定がねえな。アクセル、アクティベート。これも何？待てんわ。フフ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 だったな。大暴れ。選ばれし者、我々のもの。はい、私があなたたちのもの。機械を救える存在だから。どういう意味？わけがわからなくてモヤモヤする。私もモヤモヤですわ。レーベンは私たちのものですのに。
もやもやするところそこなんですね。そこなんだ。そりゃそうだろう。どこの馬の骨かわからない奴らにうちのレーベンをやるわけにはいかない。お父さん、ニコトさんも変なテンションで同調しないでくださいよ。いやいや、私ら家族にしてみれば由々しき発言だったぞ。エノアだってモヤモヤしただろ。そうだよ、レーベンは私の大切、他の誰にもあげたくない。だからモヤモヤを通り越してプンプン。はいはい、エノアから離れたり他の誰かのものになるつもりはないから。それはつまりずっとエノアのそばにいるぜってことですの。エノア、第二人気エクレシアが来ないうちにって話だったよね。ゲートウェイの対応をしなくていいの。うん、至急案件、すぐに取り掛かるね。はぐらかされましたわ。レーベンって推しには弱い育児なしタイプだよな。ほっといてください。例えばクライマキナのフィギュアってあるんかな。EXQ アプリ頼めば作ってくれるだろうと思うんだけどな。もしなかったやっぱね、フィギュアのね、会社、イエス級シリーズ作ってるところがね、やっぱりね、あの、クオリティとね、価格と大きさがね、コスパいいんだよね。だいたい EX級って、バンダイ系、ゲートウェイのパーミッション変更完了。この後は今までと一緒で関所を突破してから中枢へ向かう感じになるのか。プロパトールの領域は関所が2箇所あるみたい。だからいつもより1つ工程が多くなりそう。あら困りましたわ。レーベン、ミコト、私の順番で出撃することになったら、ミコトのために順番交代した意味がなくなってしまいますわ。一つ目の関所はレーベンに任せるとして、二つ目の関所も私が向かいますわね。いや、それはアミの負担になるだろう。中枢で戦うことの方が負担は高いはずですわ。プロパトールと戦うことになった場合は特に。だからミコトは中枢に向けて力を温存しておけばいいんですわ。中枢でもしものことがあったら、とびきりかっこいい姿を期待していますわよ。あ、いや、ただいまですわ。おかえりなさい、アミ。今日もとっても花丸。レーベン、バトンパスですわ。任せてください。多分また経験値足んねえよな。解析開始。
活を。はい、本物の人間になって、それからエデンを初期化させないようにプロパトールと対話するにしろ戦うにしろ、全てが解決した後、私たちどうしますの？前に本物の人間を目指すって話になりませんでした？本物の人間になってから何をするかが未定ですわ。何をするかか、なんか随分悩ましげというか気だるげなリアクションですね。だって私にとってあれは手段であって目的じゃないし、本物の人間になればかっこいいかもってのが理由だから、なってからどうしたいみたいなのはないんだよな。私はただかっこよく生きたいだけだし。巫女はブレませんわね。アミさんは公的な家族が欲しいっていう目的がありましたよね。その通りですわ。でも最近思いますの、巫女と同じく手段でしかなかったのかもって。なら本当の目的は何なんですか？最愛の人と家族のみんなとこの世界で生き延びたいっていう願いですわ。アミさんらしい素敵な願いですね。レーベンは何かないのか？もともとは妹を蘇りさせたいとか言ってましたけど、妹の記憶はイークロスピーの汚染によるものだったみたいだし、今はアミさんと一緒で皆さんと生き延びたいって願いはありますけど、生き延びて本物の人間になってそれからのこととなると特にはないですね。みんな謙虚なのは偉いけど、もっと欲張りになっていいのに。本物の人間になれば大体のことは叶えられるんだよ。かといってただ欲張ればいいわけじゃありませんわ。傲慢になって優しさを見失うとリリーみたいになりますもの。そう考えると怖いですね。姉をイブを蘇りさせたいっていうあの子の願いは優しいものなのに。願いが優しくても叶える手段が邪悪に過ぎましたもの。巫女を平然と傷つける相手とは相入れませんわ。優しくないのは私もダメだと思うよ。でも欲張ることは悪いことじゃないよ。ううん、いい悪いとかじゃないかも。私はただみんなにもっと欲張りになってほしい。どうして？もっともっと笑顔になってほしいから。生まれてきてよかったってたくさん実感してほしいから。ならエノアのそれも目的と手段が入れ違いだな。欲張ることは笑顔になる手段でしかないから。かもしれない。本物の人間になってどうするかはこの場で悩んでも結論は見つからなさそうですわね。一旦おのおのの宿題として持ち帰ることにしますわよ。ずっと二人で嫌な予感するな。アミはさ、本物の人間になってから叶えたい具体的な願いとか見つかった？家族関連のもの以外はナッシングですわ。巫女は？これってのは見つからないな。かっこいい感じなら何でもいいし。そういえば巫女はどうしてかっこいいにこだわってますの？言ったことなかったっけ？最高に面白い映画を仕上げるためだよ。はい？映画？走馬灯ってあるだろ、あれのこと。死に際に今までの人生が見えるっていうあの走馬灯ですの？そう、あれって主演が自分の映画みたいなもんだし、人生の締めくくりが走馬灯なら私たちの生きている今は
そのための撮影時間みたいなもんじゃん。だから笑って泣けて何より最高にかっこいい胸躍る名作に仕上げたいだろう。人生の最後の瞬間、走馬灯のスタッフロールが流れ終わってゆっくりと幕が降りていくその時に最高の気分でいたいから。面白い考え方だけどいけすかないですわ。なんでだよ。死ぬことが前提じゃありませんの。だっていつかは死ぬだろ。それでも巫女が死ぬなんて私嫌ですわ。寂しくなりますもの。そんなこと言われても。巫女が最初に私に言いましたのよ。帰る場所がなくなると寂しいから死ぬとか言うなって。よくあんな前に言ったこと覚えてるな。当たり前ですわ。私のキュンきっかけなんですのよ。でも死ぬって発言とこれとは違くない？少し似てますわ。なんていうか、まるで死ぬ時のために生きてるみたいな考え方ですもの。じゃあアミは私にどうしてほしいんだよ。永遠に私と生きてもらうか、私と一緒に未来永劫転生してもらいますわ。いいけど、この世の摂理と戦わないといけないぞ。もうちょっと簡単な別案はないの？生きている間は私と生きることに夢中になって、死ぬとしても二人で、二人の走馬灯を一緒に見たいですわ。まあまだ現実的な部類だけど。だけどこれも本物の人間になる必要のない願いだと思ってさ。結局私たちは私たちであればいいんですわ。本物の人間なんて概念は重要じゃなくて。そうだな、私たちには重要じゃない。花丸の絵に行くということ叶えたい願いか。悩んでるね、ベーベ。だって思いつかないんだもん。そんなに難しいの？全然ダメ。きっと自分がないからかな。仮想世界にいた時の記憶がまるで思い出せないままだし。記憶まだ戻らないんだ。それ自体はもう気にしてないから大丈夫。私エノアと生きてる今が十分幸せだから。そう言ってくれるのは嬉しい。でももっともっと幸せになってほしいよ。レーベンはどうすれば幸せになれる？もっと笑顔になれるの？だからそのための叶えたい願いを悩んでずっと頭を痛めてるんだけどね。レーベン、前に自分は欲深人間だって言っていたのに。そうだっけ？あ、いや確かに言ったね。エノアの笑顔だけ見ていたいって言った時だよね。っていうかそうだよ、私願い事あるじゃん。え？エノアの笑顔を見ること。今が笑顔ならもっともっと笑顔にすること。だから本物の人間になったら私はエノアの願いを叶えてたくさん笑顔にしたい。いや、それはどうなの？ダメなの？エノアは私の願いを叶えてくれないの？私を笑顔にしてくれないの？ダメじゃないけど、私の笑顔が、私の願いがレーベンの笑顔になるの？そうだよ。だから素直にここで叶えたいことを口にして。でもほら、心のままに。私はそう言ってもらえるだけで十分幸せです。ダメ、今はそういうの求めてないから。他に何か具体的なことをちょうだい。ひどい。じゃあ
可能な限りエデンを修復して仮想世界も復活させて、人気も機械も仮想世界で生まれた人格データもみんなが尊重し合って優しく過ごせる世界を作りたい。なるほどね。他には？え、他？うん、欲深さの見本を見せてよ。もっと個人的なものとかないの？もっと個人的なものはどうなんだろう。恥ずかしいしエゴになるから。くどいよ、エノア。あるなら、ほら、早く言ってみて。エノアのエゴが私の願いなんだから。なら、ホログラムじゃなくて、本当の体で、お花畑の中を歩いてみたい。レーベンと一緒に。なんて言ったら、欲深すぎるかな。別に、いいんじゃない？誰かを傷つけるような願いじゃないし。そっか。うん。ねえ、レーベン。何？私、やっぱり今でもとっても幸せ。レーベンは？うん。エノアが幸せなら、私も花丸だよ。ああ、なんか恥ずかしくなってくる。ああ、なんだろう。なんだろう、この気持ちは。なんか恥ずかしくなってくるよ。よし。もう2時間、もう3時間くらいか。いやあ、なかなか終わらないな。とりあえず、今回の動画はここで区切ります。今回はここまで。続きは、また次回っていうことで、今後どうなるのか、ちょっと楽しみね。それでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。